発色の良さというのはお分かりいただけると思うんですね。非常に高精細な画像で表現できているのではないかと思います。あとでタッチアントライでもご覧いただけますので、もう一度その時にしっかり確認をしていただければと思います。